時は体の中でこんなことが起きてな。この時は膝も上げるのも嫌みたいな。足こんな置き方して、うん、帰りはそのままスタスタ歩いていったっていう、こんにちは。こんにちは。こんにちは。トレーナーの渡辺です。代表の松尾です。チーフトレーナーの加藤です。トレーナーのワッシーです。では今日のテーマ、股関節痛について。うん、痛みが長引くとか、うん、結構鋭い痛みとかっていうのが多いのかな、うん、なかなかこう治りにくいとは治が悪いっていうイメージがちょっとあるのかなと、うんはい、でちょっと後ろ歯の話、なべさんのお母様の話、はいはい、うちの母が右側の股関節をもう人工関節に変えていて、うんまあ、アクシデントがあったわけでもないんですけど、うん、夫が壊死しみたいなイメージですね、うんうん、でちょっともうここ置換手術をして、はい、もう人工関節に変えたんですよ、うん、それが2年かぐらい前、うん、で近いうちに反対側も来るから心づもりはしときなさいよとお医者さんに言われて、うんうん、で反対側もだんだんやっぱり痛みが出始めて、はい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 、ちょっと歩くのもきつくなってきて、うん、もうやっぱり手術するっていう話になって、うんうんってたんですよね、はい、であじゃあちょっと手術する前に一回加藤さんに見てもらって、はい、って言って加藤さんにちょっと見てもらったんですよね、はい、ちょっとその状況なんかをそうですねその時の感じを教えていただけると、はい、私もこう松尾メソッドを知る前は、うん、股関節ってやっぱりもういろんな方向から筋肉がついてるし、うん、大きい筋肉ちっちゃい筋肉いっぱいついてるからすごいこう股関節の痛みっていうのは治すのが難しいってずっと思っていて、うん、体の体重もやっぱりこうかかりますし、体重かかるし動くし、どこから原因が来てるかっていうのがすごく難しいものって捉えてたんですけど、うん、松尾メソッドを学びながらやっていくと、加藤さんの場合はもう全体が緩い感じ、緩くて全部がほどけちゃってるから体重がかかったのを支えられなくて痛いっていうような、うん風にこう見えたんで、本当は緩いんで支える筋肉をつけていきましょうっていうと、まあ、痛いから動かせないから、まあ、いきなり動くのはきついと思うんで、この方向に私が手でこう全部こう練り込むように持ってったっていう、うん、これをやっていった後どうやってその後歩くまでに至った感じですかね。だんだんこうお母さんの中でも多分ちょっと動きやすさみたいとかも感じたんだなっていうやり取りの中で、うん、あなんかちょっと楽になったわってだったんで、私の見立てをちょっとお母さんに伝えさせてもらって、うん、あそんな感じだったのねって、うん、なんかそのいい状態を保つのに、うん、じゃあ寝たまんまできる簡単な体操を2個ぐらいちょっとやってみましょうかって言ってやってらしてもらって、そこでちょっと安心感を持ってもらってから、じゃあ実際歩くってなった時に、どういう風にしたら楽にスタスタ歩けるのかっていうのを、うん、その時も本当は細かく難しいところもいっぱいあるんですけど、それだと多分嫌になっちゃうと思うので、うん、あんまり考えなくてもできるようにちょっと誘導しながら歩くと、うん、あこんな感じで歩いたらものすごい楽ねって感じてもらえるようなメニューを1個だけちょっとやらせてもらって、うん、帰りはそのままスタスタ歩いていったっていう、それが1回目の時の、で僕もこれを出した来てすぐのぐらいよく分かんなかったんですけど、来る時は膝も上げるのも嫌みたいな、足こんな置き方してやっともさ、もう目の前にタクシー止めてこんな感じで歩いてきたのが、帰りはあの宝塚の女優でもなったつもりかみたいな感じで、もう手がこう手までかわっちゃうっていう、そういう動き方で出口を出ていったんですよね。でもうタクシー呼ぶかって言ったら、いやもう駅まで歩いて1キロぐらいありますよね、駅まで歩いてタクシー買い物してタクシー拾って帰るっていう感じ、あの感じでもうリハビリなんて多分絶対やらないじゃないですか、もう命の恩人状態もうあのままだと引き続き僕また介護で家に引きこもらなきゃいけないみたいな、あのままほっとくと多分起きてますよね。今でも手術をしないでも大丈夫で、もう大丈夫、全然元気で、元気で、そうですよね、はい、やっぱ歩けるっていうのが生きるエネルギーじゃないけど、はい、止まるを少なくするっていう、はい、歩くちょっとやっぱり歩けるだけでも外に出ようとか、はい、買い物行こうとかなってきますもんね。もう出すとちょっと無理ですね。助かったーっていう、はい、ちなみにうち
の母の体型がハワイのおばあちゃんのちょっとちっちゃいバージョンぐらいな感じじゃないですか。まあ、あの感じの中で、まあまあ緩み切ってるってなると、うん、その脂肪の層の下に筋肉もさらにあまり感じない、うん、まあそれは僕も治療してたんで、はい、それは分かるんですけども、うん、あの状態の中で筋肉の方向みたいなのとか、うん、っていうのを的確に探っていくってなると、うん、もう知ってるからいけるのか、うん、筋肉を感じるのか、そうですね、なんか感じるようになった感じです。自分の手で自分でこうトレーニングをしていくことで、あ、なんかこういう動きの時って体の中でこんなことが起きるんだなとか、うん、こういう動きの時は体の中でこんなことが起きるんだなみたいなのを自分の中でこう感じていったのがまずベース作りだったなって思っていて、うん、そこは多分最初はあまり動かなかったのがどんどんこう細かく複雑に動いていってっていうところがこう自分の施術の技術になっていったなっていうような感じ。今は触った時に、あ、ここはいい針だな、あ、ここはあんまり良くない硬さだなっていうのを触って分かるようになって、これも柔らかいのいい柔らかさ、あ、抜けちゃってるなっていうのを触るようになって分かるようになって、でもう一個なんか触った時にちょっと不思議なんですけど、動いてないんですけど、あ、今これ力が通ってるな、力が通ってないなっていうのが分かるようになって、例えば流れてる川の水なのか溜まってる水たまりの水なのかみたいなのがなんか触って分かるようになった。で動かしてそれがまた確実になっていく、あ、全然反応ないな、ここはなんか力通ってるから反応あっていいなっていうのが分かるようになったので、もうお母さんをやらせてもらった時はそれが分かるようになった状態だったんで、まあ、脂肪があってその奥に筋肉力としては多分すごく少ないとは思うんですけど、そこをこう感じ取ってやっていったっていう。でそしたら水が通った体に流れてる方の、力の効果になったっていうような感じですね、うん、それやってあげると休んでた筋肉がいきなり起きるみたいな現象が起きてくるんで、なんかいきなりちょっとポンと張りが出て膨らんでくるみたいなのがやっぱり体って起きるから面白いなって。別にトレーニングし筋トレをしてるわけでもなく、筋肉がなんかちょっと目覚めるみたいなところってありますよね。その股関節の系統でいうと、はい、もう一方イクさんがやっぱりどこ行っても良くならなかった、元に歩くのがもう難しいっていう状態から、もう今はゴルフも全然楽しめる、うん、ペラもやるし、ライブもこの間ね、全然そう、あと2回ぐらいやるんじゃないかって言われて自分が最初の頃に見させていただいた方なんですけど、どこの病院行ってももう治らないし、逆にもうリハビリしてる側がアプローチしても反応が良くならない、ビッコ引いてる状態にずっと、で自分ではもうビッコ引いてる感覚はないけど、もうビッコ引いてるから、もう同じ年代の人と一緒にいても大丈夫大丈夫みたいな感じの扱いをされていた状態だったんですけど、で H さんが言うには股関節の硬さっていうのはもう取れない、毎週毎週治療行ったりしてたんで、使ってはほぐし使ってはほぐしっていう状態だったんですけど、だん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 このトレーニング分かってきて、体の使い方とかが分かってきた時に、自分で動かしていくとほぐれるんだっていうところに気づく、さらに歩き方だったり動き方も学んでった時に、はあ、私はもうそんなのちっちゃい頃からこんなこと習ったことない、なんで教えてくれないんでしょうねっていうのを言ってて、でもこれ知ってたら本当人生変わりましたよね。そっからでもやっぱり歩けるようになって、アクティブになって、バンバン海外旅行行って、だからやっぱりなんかしたいっていうことがさらにどんどん溢れてくる感じが、で、結局そっから肌がどんどん良くなってって、今同じ年代の人と一緒にいるといいわねっていう風に逆に言われるぐらいに、逆転しちゃった。年齢が今まで自分の方が高く見られてたりしてて、そういうのが嫌だって言ってたのが、逆に今じゃみんなもうこうなっちゃってかわいそうで、でもね
や本当年齢には勝てないわよねって言いながら自分ではもう年齢に逆らってどん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 やりたいことできてしまっている状態本当にすごいなと思って、自分はやっぱりでもそういう痛み、股関節の痛みだったり、年齢いったらなもう治んないとかもう諦めるとか多い中で、ああ年齢がいっても全然人間の体って可能性があるんだっていうのをすごい学ばせてもらったなって、ますます元気な先輩方を増やしていって未来の子供たちっていうのも自分たちやってますけど、この時代を作ってくれてきた方たちにもっともっと元気になってもらって、自分たちも学ばせてもらっていたらなと思ってます。はい、では今回は股関節をテーマに、うん、いろいろお話をさせていただきました。いろんな痛みとかでも悩んでる方いっぱいいると思うんですけれども、年齢のせいだよとか、これは長く付き合っていくものだよとか、まあ、言われてしまって本当かなって悩んでる方とか、本当はもっと良くなるんじゃないかなって思ってるけど、なかなかそういう、まあ、パートナーに出会えない人とかもいっぱいいると思います。まあ、これ今回は股関節痛だったんですけど、まあ、他にもいろいろ痛み、まあ、肘だったり肩だったりとか、まあ、膝とか足首とか、まあ、いろんな痛み、原因不明とかって言われるものもいろいろ症例たくさん良くなってる方いっぱいいますので、またこういう話を聞いて、まあ、勇気をもらっていい話聞けたでもいいですし、もっといろんなパターンも自分の聞きたいっていう方、まあ、いろいろご連絡でもいいですし、また聞いてみていただければいいなと思ってます。ではまたぜひ見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまたルースファンタスタースタッフトレーナーのダメです。ちょっと待って、ルル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 ル